よっしゃ。あ、まさか。え、こっち。よね、やっぱりそうよね。え？え？え、これどうやっていくんこれ。なんかあるなこれ。ちょ待って、え、ちょ待って待って、え、何これ何これ、え、何これ、あ、だと思ったわ。え、ちょっと待って、これキーサイ甥っ子がガチ君のプレイを見て、僕もこんなかっこいいプロゲーマーになれるかなって言いました。僕は難しいかな、やっぱりガチ君は努力してるし才能もあるよって言いました。そんな甥がガチ君のマリオを見て一言言いました。プロゲーマーで簡単な。おい、舐められとるぞガチ君。ええんか、ええんか、そんなんで舐められすぎじゃろプロゲーマー。マリオで判断せんでほしい。マジでマリオで判断せんでほしい。マリオができんけでプロゲーマーにすぐなれるとかね、あのマジで言ってほしくない。ね？だ。その甥っ子に言っとってほしいわ。あの別にマリオは。基本的にあの昔のゲームなんてむずいし、あの俺は格闘ゲームじゃけなんとかこうなんていうのかな存続できとるっすけど、いやプロゲーマーって言ってもやっぱいろんなあるんすよ。 FPS とか、ちょっと待って一回黙るわ。ここむずいな。いやプロゲーマーの意地の見せ所、ここは、ここはプロゲーマーのその甥っ子に見せてほしいわ。甥っ子に見せてほしい。プロゲーマーって勝つことだけが仕事じゃないんですよ。見てくれるファンね、応援してくれてる人にどんだけいろんな感動を与えれるか。いやここむずい、マジでこれマジでむずい、マジむずい。いや違うんかな、やり方が。それがプロゲーマーでいい。でもですね、エンターテインメントもねちゃんと見せなきゃいけんけん。これチビで行った方がいいな多分。逆にこれチビで行こう。チビマリで。でこ、え、分かった、今のもう攻略なんですよ一つ。今のも一個攻略で、ずっと俺は大きいマリオで行かなきゃいけないと思ってたんだけど、ここは逆に小さいマリオで行くっていうね。あ、惜しい。力かけて、力かけて。ちょっと怖いな、これちょっと待って。ここで諦めるのがプロゲーマー。ここで諦めるのがプロゲーマーなんじゃけど、ちょっと来た、これですよね、諦めん心が。いや失敗してもええんじゃけ、ほんまに失敗してもええんや。それがね、あのこういうゲームのいいとこですよ。失敗してもやり直せるね。あ、プロゲーマーになったらやっぱり結果を求められるけど、その失敗っていうのはそんなねいいことじゃないんですけど。最悪やマジで。結果出さなきゃいけんね。
あ、これ積んだ可能性ある。いや、積みとかないやろ、普通に。普通に考えて。え、ないよね。これないよね。まあ、いいんじゃない？でも、最初はその。お前、焦らすなって。今のはゲームにやられた。これちょっとデカまりでいくか。デカまりで。攻略見つけた。これこうや。これでちょっと前出す出す。これプロゲーマーや。ほらほら、これプロゲーマーや。これ絶対無理。ね、え、いや、これ多分ね、あるわ、これ、あるわ、これ、あるわ、これ。うわ、それは読めんかったな。あら。いや、違うんすよ、マジ違うんすよ。ほんまに違うんじゃって。いちっちゃった。これ絶対なんかない。絶対いけんのんじゃけどこれ。もうそこ。焦ったぜ。ポイと。OK。おいっこ見てますか？これがプロや。